は皆さんの意識の中でエマージェンシーブレーキってアクセル踏んでました、そこから何か飛び出してきて危ないっていう時にかかとつけたままブレーキペダルに足を移動してギュッと踏むっていうのがエマージェンシーブレーキ、急ブレーキだと思っている方はほとんどだと思いますけれども、実は ABS のついている車というのは最大限有効にエマージェンシーブレーキを踏むためにはアクセルからこういうブレーキなんです。実はかかとを上げていただいて最初にバンっていう強い動力を与えてあげる、これが一番有効なブレーキになります。では行きます。床まで踏みました。前回のままです。赤いコーンが車の先頭に来たらバーン足はゴゴゴゴゴゴっていう音がしてました。はい、ABS が聞いている音ですよね。では行きますよ。床まで踏みました。そして赤いコーンに来たらブレーキ避ける、避ける、ハンドルこのぐらいしか来てません。ちょっとせっかくしないそれではですね、今度はブレーキを終了して次のプログラム、シティエマージェンシーに移動していきたいと思います。何もしないでください。はい、本当止まりますね。ではバックしていただいて、車自体のその、ブレがないなっていう風に感じました。はい、なんかこうなんていうんですか、もっとこう勢いよくこんな体が揺れるんじゃないかなとは思ったんですけれども、なんかそこまでこう車の揺れを感じず、前にもこうガッて行かずに止まることができたので、安全性がすごい、すごいなっていうふうにとても感じました。なかなかきっとなんかああいう体験もね、できない体験だと思うんですけれども、あんまり普段ではやっぱり使いたくない部分ではありますけれども、でも、ね、いざっていう時にはああいうのがあって本当に、ね、守ってくれるっていうことで、はい、安心できます。結構安定して止まるんだっていうことをよく感じましたね。自分のでやった時って、試しじゃないですけどやったことあるんですけど、ちょっとふらつくような感じがあったんですけど、これふらつかないやっていう、まず第一印象ですね。あとパイロンやるときも、大きくブレるだろうなと思ったんですけど、それもなくスッと止まれたんで、いい安定っていうか、万が一のときってやっぱりこういうふうに避けられるのかなっていう、そういう感覚はありましたね。これは本当に止まるのかなって、テレビで見てますけど、本当に自分でやってみて止まった、本当に止まったっていうのが感想ですね。止まれた、よそ見しててもいけるのかなって半分思っちゃいましたけど、耐えちゃいけないなと思うんですけど、これもあると、本当に特に渋滞の中なんてよく急ブレーキ踏むのいますから、自分もそうですけども、そういう時助かるのかな、もっと前に気づくのかなっていうのもありました。はい。